皆さん、北海道の旅から帰ってきましたマルミンです。こんばんは。今日はですね、北海道の釧路で買ってきたですね、ホッケ、そしてカニ。このカニ、何だかご存知ですか？花咲ガニと言います。この2つを調理して、まあ調理してって言ってもカニはさばくだけ、そしてホッケは焼くだけなんですけれど、それでいっぱいやりたいと思います。やったー。まずはそのまま食べてみますね。これ足ですね。足、ほら、もう簡単に取れる。うん、おいしい。この内子の部分ね、でカニ味噌にくるまってますね。あ、これはチーズだ。おいしい。もう濃厚。これがないとやってられないかな。卵、わさび醤油で食べるとおいしい。うん、そのままでもおいしい。でわさび醤油でちょっと食べてみますね。あ、おいしい。わさび醤油おいしい。しゃべっちゃいますね。うまい。あ、メスも買ってよかった。ごちそうさんざん食べても一人でこんな大きいの食べちゃったの。おいしい。なんておいしいんでしょう。という感じでですね、最後にはここにお酒入れてくるくるくっくっとやりたいと思いますね。それでは皆さん、北海道に行った時にはぜひ花咲ガニを食べてください。私はちょっともういっぱい飲みます。次の駅は登別。登別、登別といえば熊牧場。熊牧場、愉快な仲間が、楽しい仲間が待ってるぜ。はい、次はホッケですね。ホッケ焼いてます。しーばしー待ってください。というか、なぜ俺は北海道の牧場にいるんだ。せっかくだからミルク飲ましてくれ。チュ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 。うん、どう、美味しそうじゃない。そうしたら左に頭だよね。はい、ホッケですね。盛り付けしますね。こう大根おろしを乗せてね。で、貝割れも乗せようかな。これね、トマトとシソをですね、オリーブオイルとお醤油で合わせたものなんですけれど、これもちょっと乗せて、いろいろ味変えて食べてみたいと思います。うん、肉厚い。うん。ご飯と合いますね。お酒とも合うけれど。ここからの BGM はマーミの演奏だよ。ところで俺はなぜ羊の牧場にいるんだ。ん、これもいいんじゃない。あ、おいしい。やっぱオリーブオイルとトマトだから味噌入ってるんですけれど、洋風っぽい味になりますね。これはこれで美味しいです。いつもね、焼き魚って言うと大根おろしになっちゃうけれど、トマトも合うので、トマトでもやってみてください。じゃあね、バイバイ。マリリンとジャーピーでーす。海に行ってきました。ツバメになったつもりで海辺で踊ってまいりました。スローなライフもいいなって思いながら帰ってきたところです。でも皆さん、今料理の主流は時短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 なんですね。でも考えてみたら、いつもそんなに急ぐ必要があるのかということですね。たまには時間を気にしないでゆっくり作ってみてはどうでしょうか。ということで今日はですね、時間をかけて手間をかけない料理をご紹介したいと思いますね。かの有名な世界三大美女の一人、誰だっけ、楊貴妃。楊貴妃もこよなく愛したデザートなんですね。まあ綺麗になる、潤いのある肌を作るとなったら、やっぱり女だったら絶対食べたいですよね。それでコココココ、潜水潜水、美味しいのができますようにということで一服して待っております。
あ、すごい美味しい。うん、美味しい。うん、なんか潤うって感じ。あ、それ。あ、それ。松の木ばかりが松じゃない。時計を見ながらただ一人。今か時をもんで、あなた松の松の字。それ。松の木コーダ。知らない方も多いと思いますね。ということで、今日のお料理紹介していきましょう。今日は春のお豆を使った混ぜご飯ですね。材料はグリーンピース、グリーンピースの幼少期です。ヌサイ、アメリカで品種改良されてできたスナップエンドウ、洋風の料理にもいいですし、甘くて美味しいですよね。あとはちくわ、ちくわ、お前の耳はちくわ耳だねとかそういう風に言われちゃうとショックだったりすることありますけれどね、日本が誇る食材ですよね。海外でももっと食べてもらいたいですね。まず安いですしヘルシーですよね。カロリーが1本で33キロカロリー、いっぱい食べても、まあいっぱい食べたら太っちゃうかな。でもいっぱい使ってみましょう。うん、おいしい。クローズアップしようか。おお、こんな感じ。はい、試食タイムです。というか今5杯目なんですよね。食べ過ぎでしょうか。味も、はい、疲れた。味もいいですね。うん、この食感もいいですね。ちくわが歯ごたえあるじゃないですか。くにくにと。それでスナップエンドウとか、こんな感じ。うん、音が楽しい。ということで、まあ、意外と簡単にできるお豆のですね、混ぜご飯ね、作ってみてください。じゃあね、バイバーイ。いいっす。じゃじゃんじゃんじゃじゃ、この頃流行りの女の子、お尻が小さな女の子、皆さんこんばんは。お尻が大きなマリリンです。はい、今日はあっさりめのゴーヤチャンプルを作ります。チャンプルっていうのは沖縄の方言で混ぜこぜにするっていうような意味があります。はい、あっさりゴーヤチャンプル出来上がりました。美味しい。パッパリしてるから、いくらでも食べられちゃう感じですね。ゴーヤと卵とお豆腐ですよね。だけだとゴーヤが主役になるんですよ。不思議と。おそらくこれもうペロッと私平らげちゃう自信があります。それでは沖縄に行った気分でゴーヤいっぱい買いたいと思います。それではいやいやいやよ、いやよ、見つめちゃいやハニー、フレッシュ。相手にしてくれないの。Everybody, my name is Elizabeth. My another name is Wonder Woman. I'm very strong. Defeat the bad guys. I'm cooking today for peace of world. ということで、相変わらず体を張って頑張っておりますマリリンです。今日はこのワンダーウーマンの格好でこのまんまお料理を進めたいと思います。目の保養になりませんけれど、よろしくお願いします。ちょっとこのふざけたピーラーやっつけたくなりますね。美味しそうです。皆さんお疲れ様です。赤ワインで乾杯します。乾杯。あ、ほんちゃん、うん、いや、このぐらい厚く切った方が食べ応えがありますね。うん、美味しい。鶏のお肉ですね。うん、柔らか、柔らかく仕上がってます。うん、美味しい。やっぱもう食べたいね、お肉だとね。今夜はね、いつまでこのワンダーウーマンの衣装を着ているのかなっていう感じですけれどね、開放感がありますね。ちょっとここが邪魔ですけどね。ワンダーウーマン、この衣装はね、結構ゆったりしてるんです。アメリカ製なんでね、お腹もね、ちゃんと包んでくれますんで楽ちんです。かぼちゃやっぱり美味しいね。お肉ももう一個食べてみようか。うん、やわらかい、美味しい。もしかしたらハロウィンの日にワンダーウーマンに会えるかも。
ということで皆さんバイバーイ。Can you hear the rocker sophisticated breeze? The world for one in perfect harmony with all its little things. 今日のパフォーマンスは Can you feel the love tonight? エルトン・ジョーンが作曲してディズニーのライオンキングの実写版では私ビヨンセが女ライオンの奈良のパートを歌ってましたね。綺麗な声でしたよね。この金髪のまんまですね、今日はお料理をしていきたいと思います。 Are you ready? 今回も国際薬膳師であり家庭料理アドバイザーの飯塚ゆり子さんのレシピをですね元に作りました。では早速食べてみましょうね。チャップ1個も食べたいんだよね。はいはいはい、食べてみますね。このカツラが重くて熱いんですよね。これは何でしょう。長芋です。ホクホクして美味しいです。うん、こんな風になるのね。カキ、うん、お、柔らかい。ホタテに当たりました。うん、カキの方が味が濃厚よね。でホタテはマイルドな感じ。こうつけがたいね。うん、うん、ちょっと頑張りましたね。ね、ね、ライオンが可愛いですよね。フラちゃんというのは幸せの味ですよね。優しい気持ちになれる。このクリーミーな丼がいいんだろうね。ということでバイバーイ。 I can see processing and they don't have a clue. So find love and kill the night. Our tears can to do. The sweet colors of twilight. Just magic every color. And with all this romantic atmosphere. They both sing yeah. It's me no wellingTo the rescue day, it's our program free philosophy. Hakunamatata. Hakunamatata. Memories come true. Forevermore Christmas.I don't care about the present underneath the Christmas tree. Underneath the handmaid's cooking, there I found a higher breath. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my home, more than me to ever know. Memories come true all over Christmas, it's you.For Christmas is you. ということでですね、今日はマライア・キャリーのクリスマスソングから入ってまいりましたよ。皆さん、あくびしないでちょうだい。皆さん、お元気ですか ?12 月は1年のうちで一番夜がね、ロマンチックな季節ですよね。至る所で綺麗なツリー、オーナメント、ライトあってね、あとないのは中林ぐらいですかね。まあ元気にやってまいりましょうね。このロマンチックな季節でね、クリスマスのディナーといえば外せないのがやっぱりチキンですよね。ローストチキンは絶対食べたいですよね。ということで今日はローストチキンを作りますよ。ローストチキンと、ね、ローストポテト、ローストキャロットも作りますね。よいしょ、重いね。何キロだ、君は何キロだ。これは何キロの鳥なんだろうね。ちょっと体重測定したいね。おお、肩凝ってませんか。皆さんこんにちは。虹が待ってる間も伸び始めちゃいました。ピュッとやってここで一回転しますね。おー、なんか生贄にしたみたいな変な感じだな。そしたらこのね羽ね後ろに向けて、よいしょ、
これ手はこういう感じ。あはは、なんか重くなった鳥さんを置きます。おこんな感じでね。ここつつつでしょうか。うわ儀式みたい。あれ、チャッピーだぞ。この動画には続きがあるから見てくれよな。よろしくな。皆さん、焼いてる間暇なんですね。なので、このね、マカロニ、クリスマスマカロニを使ったマカロニサラダを作ろうと思います。いきます。チャン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 。これいいんじゃない？これ美味しそうじゃない？ほら見て。おー、出来上がり。はい、ぷく。あー、できたよ。そしたら今、鶏缶をですね、焼いてるうちに、ローストポテトとローストキャロットですね、の準備をしますね。重いね。オーブンでお芋焼いてまーす。完成です。これ、チェッピーだぞ。この動画にはもう一本続きの動画があるぞ。マミがハンドベルを演奏するぞ。見てくれよな。メリークリスマス。チェッピー乾杯。うん、まろやかい。マカロニサラダいただきます。うん。うん、美味しい美味しい。粒マスタード入れたのが良いと思います。そしたら、じゃがいもいただきます。で、サワークリームつけて食べますね。うん、ね、この足のところ、もものところね。うん。なんかジューシーに仕上がってます。おいしいです。マライア・キャリーの All I Want for Christmas for You をベルでお届けします。それでは皆さんクリスマスを楽しんでくださいね。チャッピーもクリスマスプレゼントをサンタの格好をして待ってるよ。冗談ですから真に受けなくて大丈夫です。バイバイ。これチャッピーだぞ。最後まで見てくれてありがとうね。俺のためにチャンネル登録よ。